広大な宇宙の中で一人ぼっちの少女が息をする。彼女が一人きりで小さな宇宙船に密航した時、赤い靴を履いたフランケンシュタインと宇宙飛行士の物語が始まります。窓からの光が床に散らばる宇宙船の残骸を照らし出し、壁や天井から生えた電線管が街のノイズとともに俳優の声を届け、観客は目を凝らし耳を澄ます。浮遊許可書が送る今ここでしかありえない物語、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。